3人目も欲しいなと思ったらもうさっさと産んどいた方がいいですよ。もう産んで考えたらいいんです、こんなのは。佐藤ママの影響でクモンにも入塾いたしました。1歳と2歳の男の子、年子の母です。3人目も望んでいますが、上の子を見ながらの妊娠産後の生活がきつすぎて妊娠に踏み出せずにいます。佐藤ママ、それぞれの妊娠期間や産後に体調が救えなかった時はありますか？またありましたらどのように乗り越えられましたか？そうね、なんかね、妊婦の時にね、ちょっとね、なんかね、眠たくなってから疲れたとするでしょ。その時はね、ちょっと悪いけど、ママ寝るわみたいなことで寝てて、子供たち一人で遊んだりとかしてました。3人目の時はね。で、なんか産後に体調がね、産後に体調とかね、言ってる場合じゃなくてね、長男産んだ時には、もう長男をその街中に出したら、もう、バイキンがいっぱいあるのでとか、でもすぐ家に帰っても家から全然出なかったんですよ。私も出なかったんですけど、もうそんな2人目そんなこと言ってる場合じゃないんで、なんと2人目ね、抱えてそのままおむつを買いに行ったっていう、生後何日か。えらい違いやなと思いながら。っていうようなことでね、結構いい加減にやってたんでね、なんか割とね、体調が優れないってことはなかったですね。というかね、私の両親が大分に住んでたんですけど、大分からもうしょっちゅう手伝ってくれたんですよ、家に来て。で、子供遊んでくれたりとかして、まあ、あれがなかったら体調崩したかもしれないですね。もうね、本当にありがたかったです。本当に。だから、当時ね、アマゾンとかなかったんでね、靴下とかね、普通のトイレットペーパーとか、なんか、ティッシュとかあるじゃないですか。あんなのもね、近所に買いに行けないんです、買い物に。だから、母がね、とか父がね、送ってくれてました、宅急便で。ありがたかったですよね。それあったんで、産後に体調優れなかったことは、なかったんですよ。結構いつも元気でした。だからね、辛い時にはね、やっぱり休んだらいいです、いいと思います。あ、苦悶しなくちゃとか、ね、なんかあれしなくちゃ、これしなくちゃとかもう思わなくていいんですよ。で、まあなんか離乳食なんかでもね、もうね、そこら辺の離乳食いっぱい瓶とか缶とか貼ってきたらいいじゃないですか。もう作らなくていいですよ、もう。で、それもどんどん渡したらいいんですよ。まあ、このちっちゃい時にね、味覚はどうとか言うけども、そんな全然ないから、もうどんどんしたらいいんですよ。で、その今便利なんで、もう便利なものはやったらと使うってことですね。もう大きくなるんだから、子供ってちっちゃくならないから、絶対に。だからどんどん大きくなるだけなんで、したらいいと思いますよ。3人目も欲しいなと思ったらもうさっさと産んどいた方がいいですよ。もう産む前にいろいろ考えて産めないから。だからね、産んで考えたらいいんです、こんなのは。案ずるより産むがやすしてね、まあ、産むの大変ですけどね。まあね、とりあえずね、産んどいたらいいんです。産んでから考えたらいいんです。要するに頭数揃えて3人育てないなと思って、3人育てたいなと思ったらね、3人をね、まあとりあえず産んどいて、そっからじゃあどうしようかっていう。私は4人育てたいなと思ったんで、とりあえず4人産んどいて、頭数だけ揃えておいて、さあ4人どうやって育てるかなっていう感じだったんでね、まあそれでいいんじゃないですか。そうやと人数揃わないと方針が決まらないでしょ。だからね、とりあえずね、4人、3人目も産んどいてしたらいいんじゃないですか。産前産後の、まあ、大変だけど、まあ、上の子にね、何をしようとか考えずにね、したらいいと思いますよ。